それじゃあ始めるわね。お、マッシュヘアになった。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年7月3日日曜日の午後に2時1分です。では本日のお知らせです。この度アイラ島の博物館にカフェを増設することが決まりました。お、早いねあっという間にできたね。じゃあちゃんと来てくれたよねマスター。ということで本日は博物館で増設工事が行われています。あ、まだ完成したわけではない。今日一日は対応ができずご不便をおかけしますが、明日には念願のカフェが完成しますのでお楽しみに。と、フータさんから伝言をお預かりしましたので、この場を借りて皆さんにお伝えしておきますね。それでは、本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれよね、じゃあ今日一日博物館は使えんってことや、ヤッホーアイダホー。小さいな、元気出してくぞーの心。話しに来たよ。トレーニングの後に腰に手を当ててプロテインを飲むのがお気に入りなんだ。この一杯のために生きてる気がするぞ。プロテインってさ、後から飲むもの？プロテイン飲んで運動するんじゃない？そうだと思っていたんだけど私。お、どうした？どうした、ジュビ、悩み事か？あ、アイナくんごめんよ、気づかなくって。ちょっと考え事してたから。実は僕、他の姉妹を引っ越ししようかと思ってるんだ。というのも、一人前の大人になるためには広い世界を見て回るのがいいってテレビで言ってたんだよね、弟子。いやそっかじゃない、行かないで諦めるとこやった。え、そうなの？アイラくんが家ならもう引っ越しするなんて言わないよ。君の気持ちを振り切ってまで出ていくなんて僕にはできないもん。これからも僕と一緒にいっぱい遊ぼうね、弟子。とりあえずアンチョビはまだねもうちょっと他におるやろっていう感じやけん。ほら、今日は工事中。あ、こんなに高さ低かったっけたぬき開発。こういうさ、工事中の時って中におる子たちは一体どこに行っとんやろうね。めっちゃ気になるんやけど。お、釣れるかい？釣り糸を垂らして魚を待ちながら自然と一体化してるこの感じ、最高の癒しだわ。素敵ね。たぬきマイレージプラスだな。住民挨拶キャンペーン、イエーイ。こっちは別に何もないね。ないね、大丈夫。この辺、このさ、可愛い感じの絵の時はいいんやけどさ、これ図鑑表示にしたらめっちゃリアルになるやん。あれがちょっとね、子供とかは好きなんかな。前回私、どこ建設したんやっけ？ちょっとどこやったか忘れたけん。ハニーさんの島に行って実際に確かめよう。あと、次のね、建設するところも決めんといかんけん。お出かけしたいです。ラジャーです。では、どちらに行かれますか？ハニーの島へ。ハニーの島ですね。ラジャーです。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか？オッケー、出発。はい、受けたまわりました。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライトよろしくどうぞ、コピー。ラジャー、いつでも OK だ。では、良いフライトを。グッドラック。おいし、到着。OK、到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際、声をかけてください。とりあえず今回、左側のところをなんか作ったような気が。あ、おった。あ、なるほどね。ローランやった。やあ、アイナさん。ラグや壁なんかを取り扱ってるローランさんのお店がオープンしたよ。なんかすごいね。ちゃんとこうやって、ラグとかが見えるの。いや、多分この柄、どうなんやろ？この柄なんかな？今あるの。違うよね。だってランダムな感じのがいいんやもんね。どうもどうも、私ローランとモースですか。
はるばる来たです。遠くからラグ、壁紙、床、何でもあるです。この島で私たくさん売りたい。あんたいっぱい買う。ちょうど私も撮影スタジオで使う壁紙を新調しようと思ってたところなんだ。変わった壁紙や床もあるから撮影セットのバラエティがいろいろと広がりそうで楽しみだよ。アイラさんもぜひローランさんのお店を利用してくれたまえ。それじゃ。いやー、いつ来てもみんな追ってくれるのはめっちゃいいっすね。めちゃくちゃいいっすね。これは一体なんて書いとんやろう。なんて書いてんだか全くわからん。カタツムリみたいにしか見えんねえけど。あの書いてある模様が、でも文字よね、きっと英語かな。わからねえ。それじゃあ次は君は。こんにちはでございまひ。ただいま凄腕のリメイク職人さん夫婦をお招きするというの募金をしておりまひ。あ、R パーカーズか。目標の10万ベルに向けて現在1200。なんか集まっとんやけど。マジで？何？パニーさんたち入れてくれよんかな。現在1250ベルの寄付が集まっておりまひ。目標まであと98,750ベル。1ベルから受け付けておりますのでご協力よろしくお願いいたしまひ。98,750。よし、協力しましょう。OK。98,750ベル募金いただきますか。はい、おかげさまで目標の10万ベル達成いたしました。オープンを楽しみにお待ちくださいまひ。よっしゃ、これで明日には R パーカーズがやってくるよ。やった、募金が目標の金額になった。楽しみ。めっちゃ楽しみ。いいね。あ、え、これさ前回あったよね。なんか一個ずつ入れ替わりよるだけ。あれから右に右に流れていきようかな。これあったよね前回。どうなんやろ、これなんかな。まあ、別に全部買っていってもそんなに値段払んけんいいんだけども。ややお客さん、今日は美術品をお探しですか。そのおごそかな名が私の一押しなんですわ。なんといってもオーラが違いますからね。そんだけの名作がいくらやと思います。いやー、信じられへんやろな。ここだけの話、今ならたったの4980ベルなんですわ。どうですお客さん、買っちゃいましょう。右側の女の人が違うかな。そんなことないかな。前代わり、ではお代金の方頂戴します。でもこのさ、右側の作品もこんなもんな気がするんやけどな。え、違ったかな。でも前回置いとったやつは違ったような気がするんよね。あれ気のせいか、わからぬ。どうも、今日の髪型は。あら、ゆのさんいらっしゃい。ちょうど試してみたいヘアアレンジのアイデアがあるの。興味があったら試していかない。全部アイデア出し尽くしたらおらんくなるんかな、カットリーヌさん。試したい。オッケー、じゃあここの椅子に座ってちょうだい。あ、頭にかぶってるものを外してからね。前回ちょっとね、私は気に入らんかったけん。今回はどうなるか。それじゃあ始めるわね。お、マッシュヘアになった。はい、できたわよ。うん、とってもいい感じね。どう？このアレンジは気に入ってもらえたかしら。いや、やっぱりね、一番最初のが良さすぎて。あらあら、好みと違った？ごめんなさいね。じゃあ元のスタイルに戻しましょうか。うん。なんかもうさ、あれじゃない、こういう髪型って男の人っていうイメージがすごいついとんやけど、芸能人に多いやん。わかったわ、すぐ元のスタイルに戻すから、もう少しだけ待っててね。は、元通り。一番最初が奇跡すぎたんやね。しょっぱなから可愛い。なんか常吉にめっちゃ見られよる。はい、これで元通りよ。お気に召さなかったかもしれないけど、一応覚えておいて。気が向いたらまた試してみてね。それじゃ、お疲れ様でした。ありがとう。まあ、戻してくれるんなら何も文句はないよ。新しい、おー、なんか常吉まで拍手してくれよりやん。新しいヘアアレンジを教えてもらった。姿見はドレッサーがあれば好きな時にめちゃんできる。そんなに見ないでくれよ。何、稲荷くじを引けってか。素敵な景品があったら稲荷くじ。体
くじなしで1回たったら500ベル。今日の運試しにやってみましょう。やりましょう。なんかあれをね、全体的にさ、なんか年中お祭りやるよりような感じよね。屋台っていう感じがする。毎度ほな1枚引いてくださいね。どれどれ。19番、景品は緑茶の缶ドリンクですわ。お、緑茶緑茶。お子さん用に足元にはお気をつけて。気がよろしいわお客さん。どうです、500ベルでもう1回。いい商品なのかどうかは全くわからん。とりあえず持ってないけん良きって感じやけど。どれ。あ、これか、緑茶の缶ドリンク。こんな感じ。あー、いいね。あ、びっくりした。そうよね、増えるんよね。いやー、いい感じだわ。私は麦茶派なんですけどね。家ではもっぱら麦茶やけんね。はい、どうされますか。帰りたいです。アイナ島に帰るんですね。はい、ラジャ、では参りましょう。あ、てかさ、昨日植えた埴輪のかけらはどうなったのかな。あれはどれぐらいの時間経過が必要なんやろ。一日で大丈夫なのかな。てかあれは埴輪ができるの。何もなってない。何にもなってない。ジョウロ私壊れたんやっけ。ないないよジョウロ。材料あったかな。ジョウロジョウロあった。別にしょぼくていいや。別にね、あの分しか使わんけん。あの3箇所。私動画の中で埋めたのって、違う、入っとった。え、今作ったばっかなのにもうすでに水が入ってるんだが、魔法のジョウロか。動画映し終わった後で残りの2個植えたんやっけな。これでいい感じ。なんかパッと見水をあげたんだかあげてないんだかよくわからん感じやけど、いいんかな。ふっ、埴輪ができるんかな、楽しみ。で、今日のメッセージボトル、よし。そろそろ新しいのないかな。まだお会いしていないあなたへ。部屋のお片付けをしていたら本の間から昔思いついた DIY レシピのメモが出てきたんです。作ってみたらすごく良かったので誰かに教えたくなっちゃいました。まずはあなたが作ってみてください。ピッコロより心を込めて。ピッコロ誰だ。木馬持ってる。なんなら部屋に飾ってた気がする。多分あったよね、子供部屋、左側の部屋に。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで今日はローランドのねお店ができたけん、次回 R パーカーズ、次回はあれかな、 R パーカーズと博物館もできたんかな。ハニワは何日経つんかわからんけど、あれで合ってるのか。そこから謎。